昨日の7月21日金曜日は、私塚本マグロイク、東京都にあります、大田区総合体育館に行っておりました。おいお前、では、なんでお前そんなところに行ってたんだと、遊びに行ってきたのかと、ビーズのコンサートに行ってきたのか、ミスターチルドレンかと、えー、そういった疑問を持ちかと思います。そういった方にはですね、はっきりとこう言いたいと思います。違いますと、全然違います。 私バスケットボール以外には興味はございません。なのでそういった方には残念ながら、そういったお答えはできません。そう否定しましたところ、それでは何かと。 何をしに行ったのかというような疑問をお持ちだと思います。えそういった疑問をまだお持ちでない方がいらっしゃいましたが、一回お持ちいただきまして、私はバスケットボールをやっている人ならば、誰でも知っていると言っても過言ではございません。アメリカのスーパースター、NBA で大活躍しております。クリーブランドキャバリアーズに所属しております。カイリー・アービングが初めて日本に、この私が住んでいる日本ジャパンに来てくれると いうことで会いに行ってきましたこのイベントはクラッチバケット と東京いいいいうイイイベベンントトの名前ででごござざままししててナイキが主催るすこのイベントは、私、アービィングで会いたいですという人が全員参加できるというわけではございませんでした。え事前に、ナイキジャパンの LINE アカウントから応募しておいて、その抽選に当たった人だけが参加できるというイベントでございます。そして別にプレイヤーの人には、ナイキジャパンから参加をお願いしますというパターンもございましたけれども、一般人が参加する にはナイギジャパンの抽選選に当選するししかございませんでした私も幸運にも当選をしまして、チケットを入手することができました。結構当選している人はいたという印象を受けたんですけれども、まあね、当選してても当日行けないわという方もたくさんいらっしゃったようで、なんかメルカリでは1万円ぐらいでこのチケットが取引されてたんですけれども、この LINEJAPAN からこのチケットが送られてきて、そのスクロールを確認できないと入れないということがあったので、その多分 先輩目的でその画像のやり取りで入場できるということはなかったので本当に当選者しか入れなかったと思います。まあ私はカイリー・アービングは今年のオールスター戦でニューオーリンズで一度見てますのでまああのチケットが当たったら ま、行ったってもいいよぐらいの感じで、応募したところ。ま、あやっぱり、持ってるんですよね。あの、チケットが当たってしまいまして、参加させていただきました。撮影してね、あの、いけない方にも、どんな雰囲気かと、少しでも映像で伝えられたらいいなと思いまして、遠路はるばる、行ってまいりました。ここで、カイリー・アービングのプロフィールを簡単にご紹介しておきましょう。カイリー・アービング、25歳、まだ若いですよ。25歳、191センチ。191センチのポイント ガードであのドライブのキレとハンドリングでございます。 デューク大学の出身、2011年のドラフト1位でございます。2011年からクリーブランドキャバリアーズに所属しておりまして、なんかもうちょっと今シーズンは遺跡の噂も出ておりますけれども、どうなるんでしょうか。そして2012年には NBA 新人王を獲得。2014年には NBA オールスター MVP。そして2016年には記憶に新しい NBA チャンピオンを獲得。そしてアメリカ代表では20 2014年のフィバーバスケットボールワールドカップでは MVP と優勝、そしてリオデジャネイロオリンピックでは金メダルを獲得ということで、非常に素晴らしい経歴の持ち主でございます。 そのスーパースターを見るために私、朝起きまして、最寄り駅に行きまして、名古屋駅に行きまして、東京都にあります品川駅へ到着します。そこから電車に乗りまして、大田区総合体育館の最寄り駅に到着したのが、だいたいお昼の12時頃には到着をしておりました。その会場が開くのが15時半と3時半となっておりますので、だいぶあの早めに着いております。私やはり小学校時代からの教育を受けております。 時間には遅れるなというような教育を受けてきました。なので、到着時間のだいぶ早く着いてしまうという修正がついてしまっておるわけでございます。遅刻をすると何かしら罰則が与えられてくるというような生活でございましたので、その恐怖心が身に染みついております。なので、12時頃に着きまして、ちょっとね、あの新幹線の中でお家で作ってきたおにぎりなんかを食べましたので、お腹はそんなに空いていませんでした。なので、ドドールコーヒーなんかに入りまして、ドーナツとコーヒーを頼みまして、そこで、 少しね、あの動画の編集をしながら少し時間を使いましたそしてだいたい14時頃に編集作業を終えまして最寄り駅のコインロッカーにパソコンなどを預けに行きましたそしてそこから大田区総合体育館に向かいますその前にこちらを言っておきます「 カーリー・レイ・ジェプセンのマグロナイトニッポン。この放送はバスケットボールを愛する全ての人を応援するパワーハウス寄付。消防設備の施工、メンテナンスで安心を作る青木防災株式会社。以上各社の協賛で愛知県名古屋市をキーステーションに YouTube から全世界に向けて発信しております。改めまして塚本マグロ一行です。 33度の気温の中、快晴でございます。駅からオタク総合体育館に歩いて向かいます。そうしますと、ちらほら、 アーヴィングの T シャツを着た人ですとかカイリーのモデルのバッシュを外靴に履いている人たちが目に飛び込んでいきましてテンションが上がってまいりますそしてオタク総合体育館に到着しましたもうすでに2時過ぎ頃でしたけれども会場の外にはたくさんの人間たちがうじゃうじゃとおりましたナイキジャパンから届いたチケットはですね指定席ではなくてエリアある程度のエリアが決められているだけでございましたなので早く入ればいい 場所が取れるということを予測しておりましたのでなるべく早く行って順番待ちをして遺跡に座って撮影をしようという試みでございましたそしてなんとか3時半まで並び続けまして会場が開きました中に入っていきますとすでに音楽がガンガンとかけられておりまして入り口受験にはカイリーモデルのカイリワンカイリーツーカイリースリーが展示されておりました私少し残念だったのが物販はありませんでした物は販売しておりませんでしたカイリーの場所を売って も売れるだろうと思いますし T シャツを売ってもなんか腕にはめるやつを売っても売れると思ったんですけれどもなんか Twitter のねプレゼント企画でもなんかしようかなと思ってたんですけれども物うは販売しておりませんでしたしかもその当選者は何千人いたかわからないですけれども相当数いましたしかしながらもちろん抽選で当たったわけですから全員無料でございますそして有料で入れるということはありませんでしたなので事前に無料で招待という形で全員入っておりました そして私もなんとかいい席に座りまして、イベントが開始されました。佐々木クリスさんが MC を務めておられました。事前にですね、タイムスケジュールはナイキジャパンから届いておりました。なんですけれども、詳細何時に何が始まりますよというのはあまり知らされてない状態でございました。なので、少しだけ変更があっても何も文句は言われないという状況を作ってたと思うんですけれども、いきなりカイリー・アービングはどうぞというように登場するわけでは ございませんまずはスキルチャレンジというのが行われます。このスキルチャレンジは、まずはドリブルをついて障害物を避けて、そしてパスをターゲットの中に入れて、そして反対側のコートにレイアップをして、そして反対側のコートまで行ってスリーポイントを決めて、そのタイムを競うというものが行われます。その参加者がまずワンサカいらっしゃいます。このワンサカいる挑戦者の中で上位のタイム、上位10人かな、そのタイムが めちゃくちゃ良かった上位10人がカイリー・アービングのチームに入って 最後、B リーグの選手たちと合体5はできるということでなっておりました。まず、その挑戦者はどうやって選ばれたかというと、そのナイキジャパンに応募するときに、挑戦者として応募しますか競技者かな競技者として応募しますかそれとも感染者として応募しますかみたいなことがあって、それをおそらく、その挑戦をする、自分でプレイする方を選んだ人の中で抽選をされて、選ばれた人がそこのコートに立っていると思います。なので、私はカメラで 取りたたたかったのででですする方で応募したんですけれどもその競技者で当たっている人がそこにいらっしゃいました。えなので、そのレベルはちょっとわからないんですけれども、なんかそのナイキの方で操作してるかわからないですけれども、まあもちろん技術のうまい下手はそこではっきりと分かります。なので、もう最初からドリブルはめちゃくちゃ下手くそな人もいますし、シュートが全然入れない人もいらっしゃいましたけれども、まあそれはあの無料でね、抽選されているので仕方ないかなとは思いましたけれども、それがですね、大体私が 会場して入場したのが三時半でございますえそこから少し間が空いてイベントがスタートしてそれが十八時六時までそのスキルチャレンジが行われましたなので二人で同時にそのスキルチャレンジが行われるんですけれども、まあ、上手い人もいますけれども下手な人もいますそれを何千人でずーっと見守るという時間が非常に長かったもうえ,えでともうそれもう絵代わりもないししかもなんかちょっとダラダらやるやつとかもいてもうお前ちょっと帰れとこれをお前見さされるこっちの身に 今ナレットと、しかも早く帰り雨がも出せと早出せということでちょっとフラストレーション、えー、溜まっていきてますよ、えー、そらく内儀ジャパンから依頼をされた選手がいらっしゃいまして、えー、それはもともと東山高校そして現在は拓殖大学に行きました岡田選手ですとか、えー、そういった有名選手も、えー、数名いたわけなんですけれども、えー、そういった になので、結果的には有名な、有名な大学生、高校生、中学生の選手は、最終的にはゲームには残りませんでした。そこも結構残念だったんですけれども、まあ、やはりタイムだけで競っておりますから、ラッキーな、最後はやっぱりスリーポイントがありますから、そのスリーポイントを一発で決めると非常にタイムが縮まります。なので、ラッキー的な感じで、非常にタイムが短かった人が最終的にゲームに残りました。なののでそこのちょっと 人生のところもなんかちょっと操作してくれたらなというふうに思いましたし、そのスキルチャレンジ非常に長かったです。そのスキルチャレンジが終わったのが、なんとか終わったのが、5時半ごろでしかすいません。先間違えておりました。5時半でした。そして5時半に終わりまして、6時からまた再開しますよと。それはカイリーアービングのクリニックが始まりますと。何か教えてもらえるということで、6時から始まりますよということで、あ、じゃあそこで初めてカイリーアービング登場だなというところで、そこそこテンションがあってきていました。30分 ばかり空白の時間がありましてトイレなどに行きましてパンなどもかじりまして6時が近づいてきましたそして MC も喋りだしましてそしてその DJ 音楽も鳴っておりますのでカイリー・アービングが登場するぞと花道が作られまして DJ もガンガン音楽をかけてなんか登場するんじゃないかという風な煽りを始めましたそしてそこから6時になりましてそこから約15分間カイリー・アービングが登場しませんなあ早く出てこいとみんな,なんかカメラを構え もう腕もだんだん疲れてきているぞと。えそして MC からえ、ちょっと時間かかっておりますすいませんみたいなことがありまして、もう早く、早く出てこいと。もうこちらもね、あの iPhone とカメラを同時に構えておりましたから、もう疲れてきまして。えそして約15分遅れでカイリー・アービンが登場いたします。やっと出てきてくれたなと。えー 非常に皆様そういう気持ちであったと思います。そこから、まだ抽選で選ばれた人たちに対して、クリニックが行われます。何か1対1とか2対2をやってというふうに言って、そこからちょっと帰りがし、ちょっと指導するみたいな。そしてちょっと実演もして、スゴ技を見せるみたいなことがあって、そしてそれが終わりまして、そのスキルチャレンジで上位10人が発表されます。そしてその B リーグ選抜も発表されて、その結構 B リーグ選抜がいいメンバーでしたね。シーホース三河の比江島選手です。 ととかかかかの樹選選手手ですとかなかなかスター選手がいましてそれもちょっとテンンショがが上がりましたそして、メインイベントの合対合が行われました。そのスキルチャレンジの上位のタイムの選手のチームと B リーグ選抜のチームでございます。そのゲームは5分を4つ行うというルールだったんですけれども、私、カイリー・アービングは全部出るというふうに思っておりました。しかしながら最終的にカイリー・アービングが登場したのは、ゲームの4つ目のの 残り3分でございます。残り3分でカイリー・アービングが登場いたしました。しかしながら素晴らしいと思ったのはですね、そのタイムの上位チームと B リーグ選抜、もちろん B リーグ選抜がダントツで勝つに決まっております。なんですけれども、なんとか点数を重ねまして、そのカイリー・アービングのチームは、カイリー・アービングが登場してからもちろんカイリー・アービングを得点しましたけれども、残り数秒で3点差で負けているという状況 今日まで持ち込みました。そして残り数秒でボールを持っているのはカイリーアービングでございます。このシュートを決めれば同点で終わるというスリーポイントショットを放ちまして、それが外れて試合が終了いたしました。えー、っと。 あれが決まっていれば完璧なシナリオだったんですけれども、まあ、あの、オフシーズンですので、えー、ま、仕方がないかなというふうな印象を受けました。もちろん素晴らしいプレーもたくさんしてくれましたし、私たちに夢を与えてくれました。そしてはるばる、スーパースターが日本にまでやってきてくれました。日本でバッシュを売るためとはいえ、その参加者は一生忘れない経験をしたと思います。私たちも感染者も一生忘れない経験をしました。これからもカイリー・アーミングを応援していこうと、そういう ようなな気持ちになりました私自身抽選で当たりましてラッキーだなと思いましたし貴重な映像を捉えることができました少しばかりまだ発信をしますのでそちらの方も楽しみにしていてください エンディングの時間になってしまいました。本日はカレーライスとハヤシライスの違いについて熱く語ってきたわけなんですけれども、お楽しみいただけましたでしょうかいよいよ来週は、私、台湾の方に撮影に行ってきます。台湾の詳細はまだ明かしていませんけれども、どんなことになるんでしょうか私、台湾に行くのは初めてでございます。そして、第30回目の記念すべき放送をなんと台湾で送れるという、 シャル感が満載でございますお楽しみにしてくださいそれではまた台湾でお会いしましょう